はい、こんにちは。華道家の宮本理丈です。今日はこれですね、芍薬の生け花をご紹介したいと思います。これに合わせる花材は一つはこれですね、なでしこ。この枝はイボータという枝ですね。これで剣山に生け花を生けてみたいと思います。さっきも見たと思うんですけど、結構大きく綺麗なのがわっと咲くんですけど、つぼみが結構硬くて咲かない時があるんですよね。まずそれをまあどうするかと、また芍薬の選び方みたいなね、ちょっとそんなのを紹介したいです。買った時はこんな感じ。これね、でもね、まあいい方ですよ。これなんていうかね、もう咲きそうっていう感じ。ちょっとふかふかしてる。これはつぼみの状態ね。しばらく経つとこうなるんですよね。わかりますかね。ちょっとお花開いてきてるでしょ。こうなるとこれはもう咲きそうな感じ。わかります？1枚2枚開いてきてるじゃないですか。こんぐらい来たらもう多分これは咲きます。あとね、買う時にチェックしてもらいたいのは葉っぱですね。葉っぱ生きがいいかどうか、ちょっとこれ微妙ですねだらってなってるのがあると嫌ですね。でもまあまあいいかなって感じしますね。これはもう咲きそうですね。多分咲くと思います。でこの後どうなるかっていうと、これね、がばってもう1日で開きますね。ここまでね、もう拳台ぐらいあるでしょう。買った時にしっかり水切りをしてあげるのがまず大事。あとここがね、意外とペトペトしてるんですよ。これなんか蜜みたいなのが出てて、これがなんかひっついて開かない時があるので、ティッシュペーパーでも何でもいいんですけど、水拭きしてあげると。このペタペタを落とすと、ほらほらこんなうまくいかないんだけど、あの剥がれてきたというか、ちょっとふかふかになってきたでしょう。こんぐらいいくともう咲きそうですね。この蜜みたいなのを取ると、あーすごい開いてきた。水拭き作戦ですね、うん、ここまで持ってこれたってことですね。ここまで来るとほぼほぼ咲きそうですね。水切りをして咲くのを待つと、明日あたり咲きそうですね。そんなんで芍薬ってだからつぼみのまま生けることが多いです。それで咲くのを楽しむみたいな感じなんですけど、今日はまあ完成作品ちょっと見せたいので、咲いてる芍薬生けてみたいと思います。こういう大きいお花の時ってお花から決めるのありですね。花器の何倍とかやってると、お花が大きい時ってサイズ感合わなかったりするんで、下から決めると。でこの葉っぱの付き方も見てますね。お花の向きとね、ちょっと裏っぽいよねこっちはね、とかね、そういうの見てますね。一輪目ですね。ちょっと大きく咲いてますけど、これでいきますか。そうね、これはちょっと葉っぱを逆にカット案件ですね。葉っぱが大きすぎるとか、葉っぱがちょっと自分の重さで垂れ下がっちゃってるみたいな時ってあるんですよね。そういう時はここら辺カットですね。あとで水上がればまあいいかもしれないし、一旦ちょっと大きすぎるしカットしとくと。よいしょ、これで、まあ、お花2本入れちゃったということですね。正面からちょっと見てみましょうか立派でしょ。でもこれぐらいですよね、バランスねこのお花に逆に枝を合わせていくような感じのちょっと作り込みを今日していきたいと思います。これが真ん中に来るぐらいだから、これの倍ぐらいいきたいんですよ。イボタね、これね、緑が綺麗ですね。若干ね、溜めてカーブを作ると、先端も溜めますね。ちょっとあとこの頂点はもう少し軽くてもいいかと、折らないようにね、ちょっとずつ複数箇所溜めていく感じですね。やっていくうちにね、くるくる回っちゃったりして同じ方向に溜めてない時があるんでね、気をつけてくださいね。よいしょ、ちなみにね、今日のこの芍薬の品種、マキシマですね。正面から見て今1本の枝なんだけど、2本枝先見えますよね。この枝先がやっぱちょっとこう、どっちがメインなのっていう、こっちも長いよね、同じぐらいに見えますかね。新争いじゃないんだけど、ちょっとやっぱりどっちがメインの枝かっていうのを決めるのに、僕はもうここ落としちゃう。そうするとこっちが古文だよねって、一応ちょっとそういう悩みがありましたと。でこっち側ね、
正面から見たら大きいこう円を作ってるような感じ、わかりますかね。ね、大きい円を作るようなそんな形ですね。大前形という形なんですけどね。ポイントはやっぱりここの空間が大事ってことね。ここがここギリギリギリ空間作ってるの ね、くっつけないと、そんなイメージでやってますね。これ上から見るとこう真横じゃないよね、枝先の方向、こっちこっち、要はねハの字を書いてるってわかるかな。ハの字、カタカナのハの字ね、書いてる方向に若干前にね出すってことですね。それが実はちょっとポイントです。そうするとちょっと立体感が出るということですね。はい、じゃあここにあしらいねじめを入れていきましょう。あしらいはまずなでしこね。これお花詰まってるところね、落としますか。あんまりね苦しそうでもっていうだけです。好みなんでまあつけててもいいけど、だいたい入れる場所としては間、これだとなんつうかな、こうレベルが一緒で高さのね、やだなって感じがします。どうせなら上げるか高くするか下げるかどっちかですね。もうこれ切っちゃったんでこれは下げましょうと。要はこう左右対称とか同じ高さに並ぶとかそういうのが嫌いなんですよね、いけばなは。たまにねこういうさっきのイボタ、こういうのをこうあしらいとして入れてもいいですね。中にねみずみずしい色とかだとなおいいですね。お花が強いからね、ここら辺ちょっと出てもいいかもね。あと後ろにちょっと入れるか。これ見えない位置みたいな感じにはなるんだけど、意外と横から見ることもあるし、いけばなってあってもいい位置です。立てば芍薬、座ればボタンってあるでしょ。その後歩く姿は百合の花。女性に対する褒め言葉なんだよね。あなたは立っても座っても歩いても綺麗ですよっていう、三大綺麗なお花に例えているという、どうあがいても綺麗だよね、あなたは綺麗ですねみたいな、そんな褒め言葉ですね。でこれは鳴子蘭とか鳴子百合とかって言ったりしますね。この斑が入ってるね葉っぱが綺麗でね、結構重宝しますね。これをねじめに使います。正面から見た時に、あとここでしょ、やっぱりここの足元、口元とかって言いますけどね、ここをあとは緑で埋めると。これも今1本足しましたと。ここちょっと足りないから入れたんだけど、ねじめを最後緑で、ここの刺さってるところがだらしないっていうか雑然としてるので、この緑で隠してまとめてあげるってことですね。こう入れていくということですね。わかりますかね。入りましょう、前に。この時にね、やっぱりこう他の枝を上に上げちゃったりするので注意が必要ですね。ちょっと整えながら入れましょう。あと後ろにも入れます。後ろは大きめのを何分割かして入れてあげる感じですね。なかなかいいんじゃないですかね。今ねじめが入りましたと。ということでこんな感じでよろしいんじゃないでしょうかと。このお花ですね、まあ、何日間ぐらい持つのみたいなこと聞かれますけど、ここまで咲いちゃうともう1日2日かもって感じですね、まあ、だから芍薬って実は咲くまでを楽しむというかね、そんなのがあのいいお花なような気がしてますね。他のものは1週間ぐらい持つので、お水変えてあげたり、まあ、ちょっと暑くなるとやっぱり傷むのが早いので、僕はこの氷入れたりしてますけどね、冷やすのにね。そんな感じでお花がね家にあると一日と心が豊かになるんじゃないかななんて思いますので、ぜひ皆さんもやってみていただければななんて思います。はい、お疲れ様でした。今日は芍薬ですね。牧島というすごい種類もいっぱいあって、いろんな咲き方するんですよね。こういうふうに八重咲きね、複数枚花びらがあるやつもあれば、一重咲きの芍薬もありますしね、本当に種類もあって、咲く時の感動がたまらない、そんなお花ですね。なんでぜひつぼみで買って咲く瞬間を見届けるじゃないけど、朝起きたら咲いてるみたいなのもあるんだけどね、そんなのを楽しめるお花なので、ぜひねお花屋さんにあると思うので、ね、買って生けてみていただいたらいいかななんて思います。はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。